こんにちは、釧路市のですね中音別というところにある廃墟のお土産屋さんでございます。カニのお食事料理とかね提供していたところになると思います。今霧がねすごいんですよね。時間が今夕方の17時なんですけども、映像ではちょっと伝わりにくいかもしれないんですけど、結構霧が出ております。カニの三船さんっていうねところの廃墟になります。で隣もですね、これカニ料理の、カニ料理というかカニが売ってたお店になりますね。こちらは石井商店さんでございます。でその隣にもですね、あの1軒2軒3軒ぐらいあるのかな、これ全部今もうやってないんですけども、こちらの建物は雪の重みで倒壊したようでございます。結構ひどく崩れてますね。建物自体も結構古いと思うんで、まあそれで廃墟化が進行した形になるんでしょうか。でこちらもですね、カニのお店ですね。カニの網元、この字がいいですよね。このちょっとこう凝った感じのね、字っていうのかな、書体が素晴らしいと思います。湿気の匂いがすごいですねこれ。一応なんか2階もねあるようなんだけど、ちょっと2階はねこれ危ない感じしますよね。抜けそうな、床が抜けそうなね感じがするんですけども、あと蜘蛛の巣がちょっとすごいんで、これ以上中に入るのは控えておきます。なんか冷蔵庫がね置いてありますね。ここは多分ね厨房だったとこだと思います。まあカニとかね売ってたり、あとはお食事料理としてねこう提供していた感じになるんでしょうか。この屋根のね模様がいいですよね。このこんな感じのねちょっと古い感じというか、こちらはねちょっと看板が書いてないんで何のお店かは分かりかねるんですけども、まあおそらく同じような感じの土産店と、あとお食事を提供していたお店になるかと思います。結構中広いですねここ。奥行きがね結構あるんですよここ。ですぐ近くがもう海なんで、まあ海辺の近くにねこういう建物があった感じになると思います。
波の音がね聞こえると思うんですけども、おそらくそのカニの加工工場みたいのとこう一緒になってた施設になるんですかね。敷地面積もねかなり広いですね。東和商事株式会社っていうねところ。大阪本社とあと釧路工場がここになるんでしょうか。カニのね、この周りの電球がいいですよね。昔のパチンコ屋さんのなんかネオンみたいな、ね、感じがします。まあ、やってる時はさぞかし賑わっていた施設になるんでしょうか。ここもやっぱり高速道路がね開通して釧路まで行く際にですね、あまり今ここ使わなくなったんでね、交通量が少なくなってこのような施設がね衰退していく要因になるのかなと思います。今阿寒までね高速で行けちゃうんでね、皆さんやっぱり札幌の方から釧路行くとなるとほとんどの方はね道東道を使うと思いますけども、なのでこの白糠とかね恩別とか浦幌とかの国道沿いを走ると結構もともとドライブインだったね建物とかのね廃墟群が今目立つ形となっております。まあここも多分ね全部倒壊するのはそう近いね将来になるのかなという感じがいたします。本日の動画は以上でございます。ご視聴していただきましてありがとうございました。